はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、チューハイで CGC の、チューハイレモンです。アルコール度数 7% の果汁が 3.6%。最近チューハイばっかりだな、マジで。なんかさ、なんかビールが飲みたい、ビールが。原材料がレモン果汁と醸造用アルコールと糖類と酸味料と香料です。こちらは、製造者が宝酒造で、販売者が、CGC ジャパンとなってます。乾杯。なんか微妙に、ちょっとなんか後味が変だな。最近ね、なんかビールの新商品があまり出てなくて、なんかチューハイばっか飲んでる気がする。それのせいか、やけに喉が渇く。やけに喉が渇くんだよな。まあ、あれですね。タバコやめて、だいぶ、タバコやめて2日ぐらい経ちましたが、結構喉が、いがらっぽくないのが、いい。あんまりやっぱり、いがらっぽくないもんね。だいぶ、喉の調子がいい。あ、動画とかでも、ね、かなり俺、咳込んでたりしたこと結構あると思うんですけど、だいぶね、なんかね、喉がね、タバコ吸ってた時はすごい、やばかったですね。一日だいたいタバコ、10本ぐらい吸ってましたから、いろいろ計算したんですけど、だいたい一日に、タバコ代で多分、平均で10本だから、まあ、ゴールデンバットだったら100円でしょ？ゴールデンバット210円だから105円なわけだ。で、それ以外のタバコだった場合で考えると、あ、それ以外のタバコだと、まあ400いくらだから、まあ10本で、だいたい、まあ200円超えます。だから平均で考えると、150円1日使ってた計算なんですよ。ということは1ヶ月で4500円俺使ってる計算なんだよね。で、4500円だと、4500円1ヶ月使ってたってことを考えると、逆にこれから4500円何に使おうかな。まあ、基本的に酒に使う予定ですけど。ウイスキーのボーマーがもう買えるんだよね。毎月買えるんだよね。ボーマー3000円ぐらいだから。で、アードベックとかも4000円ぐらいだから買えるんだよね。ラフロイグとかも買えるんだよね。すごいな。すごいな。余市10年とかも買えるんだよ。ギリギリ。すげえだろ。4500円で。余市10年。4500円くらいだからね。ギリギリ買えるんですよ。いろいろね、調べたんです。まあでも、だんだん暖かくなってきたんで、まあ、ウイスキー。
というよりは、ビール。とか、チューハイですね。まあ、ただ、ビールだと、ケース買いで、まあ、ケースでは買えるは買えるのか。ケースで買えるは買えるね。スーパードライとか。350ml がケースで買えます。4300円ぐらい。うん。ってことは普通の生ビールが買えるのか。まあ、でも生ビールは俺基本的に瓶で買うんで、瓶で買った方が安い。とは思うんです。だから、やはりここは、焼酎。という、焼酎ハイボールで、酎ハイですよ。酎ハイでいくと考えれば、あれ。酎ハイですよ。焼酎ハイボールドライですよ。やはりここは。完全に。焼酎ハイボールドライで考えたら、いくら？いくらだ？焼酎ハイボールドライが、まあ、100円ぐらいだろう。いやー、すごいあれだね。なんか、夢が広がるね。焼酎ハイボールドライが103円。あ、これケースで売ってない。ケースでだいたい2500円ぐらいですね。安っ。ケース2500円。余裕で買えるわ。うん。すごいな。これやべえぞ。やべえぞ、ちょっと。どうする？これこれ。ウイスキーも、俺が大好きなボーモアが買えるし、毎月。ねえ。チューハイも買えるし、ビールも買えるし。これは、タバコやめて正解だったなぁ。いやぁ。まあ、でもウイスキーはもういっぱいあるからな。ぶっちゃけた話、焼酎もいっぱいあるんだよな。うん。ウイスキーもここら辺にもう腐るほどあるんで、ぶわーあるんでやばいんですよ。消費しないといけない。消費しないといけない。焼酎もいっぱいあるでしょ。4リッターの焼酎、1、2。4リッターね、多分ね、焼酎、4リッター、8リッター、10リッターぐらいあるね、焼酎。焼酎が10リッターぐらいあるんですよ、今。あマジ店開けるわ、これ。どんだけ多いんだよ。まあ、ウイスキーに限って言うともう、それ以上あるからね。ウイスキーに限って言えばもう20リッターぐらいあるか。今。20リッターぐらいあるな。まあ。まあ、あれですよ。うん。あれ？うわ、すげえ！山屋のサイト、
アサヒスーパードライの大瓶が 633ml で、あ、気のせいだ。気のせいでした。うん。でもネットでさ、大瓶ケースで頼むときって、やっぱネットよかね、今んとこ、普通の店で買った方が安いっすね。うん。多分。うん。ネットだとちょっと高い、ね。俺いつも買ってるとこが大体、ケース、大瓶ケースで大体、5800円。ん？いや、違うな。5600円ぐらいか。税込み5600円ぐらい。でね、ネットだと大体ね、税抜きで5600円ぐらいなんだ。だから400円ぐらい違うのかな。うん。いつもね、大体、うん、そんな感じです。うん。いや、でもあれだな。ちょっとエビスビールとか、ちょっと高級なのに手出すわ。大瓶の。大瓶のちょっとあれだわ。今まで大体キリンラガーだったんですけど。うん。あ、ハートランドとかいいな。ハートランドビール。ああ。30本入りで5600円。6105円割る30。1本203円。203円。マイナス30かける5円だから。150円で。ああ、ハートランドビール、ハートランドビールも飲む前だから、うまいからな。いいんだけど。ああ、でも微妙かな。やっぱな。ハートランドビールもな、うまいんだけどな。ハートランド買うんだったら、ハートランド 500ml しかないんだよね。600ml あればいいんだけど、それだったら買うんだけどな。やっぱエビスか。エビスが安定の、あれかな？うまさ誇るからな、エビスがな。やはり、エビスちゃん、淡麗生も極上になってまずくなったし、エビスちゃんですね、やっぱね。うん。エビスはだいたい、6200円ぐらいかな。大瓶20本入りで、6200円ぐらいは俺いつも買ってるわ。そんぐらいだから。うん。それに、ケースが確か300円だっけ、あれ。300円か200円ぐらい。200円か。200円で。で、あと瓶が1本5円だから、5に10で100円で、合計300円返ってくるんだよね。ケースと一緒に返せば。300円返ってくるんで、だいたい5900円ぐらいで20本買える計算なんです。だから安いんだよ。ビールは。
瓶が。瓶が安い。うん。瓶が安いんだ。はい、ということで、微妙。3433です。ご視聴ありがとうございました。